おはようございます。元気元気の池江です。今日は甘酒を作ります。実は昨年発酵食品の勉強してました。甘酒は必須アミノ酸が全種類入っていて、飲む点滴って言われてるそうですよ。それでは作っていきます。準備するもの、生麹、私は先生が教えてくれたように丸み麹っていうのを通販で買いました。そして炊いたお米ですね。そして水 700cc です。それでは、あ、それとですね、一番大事なのがこちらです。ヨーグルトメーカー、これあのタニタの分で通販で3000円ぐらいだったかな。はい、これで作っていきます。まずお米 140g を入れます。はい、そしてこの生麹を 200g 入れます。そして水 700cc入れます。そして混ぜます。で、きれいに混ざったところで、蓋をします。蓋をして、このヨーグルトメーカーに、はい、そして、はい、甘酒ができました。こんな感じでドロッとしてます。はい、あ、ドロッとっていうか、これミキサーにちょこっとだけかけていただきます。はい、これでおばあちゃんも昨年から毎日飲んでこんなに健康です。皆さんも発酵食品で、はい、元気になってください。じゃあねー。